はい、今回ですね、一度やった丸くなる転がるが面白かったので、ちょっと火力をさらに上げてみようかなと思いました。今回使うのはこれも攻撃特化のマリルリです。力持ちなんで攻撃力の、種族値が実質150相当あると、そして丸くなる転がるを採用しているんですけども、今回さらに持ち物にこのメトロノームを足してますね。メトロノームは技を打てば打つほど、威力が上がっていきます。まあ、メトロノームって言ったらなんか楽器とかのなんかテンポを揃えるなんか道具やんか、そんな感じでもうテンポよく攻撃し続けると、もう徐々にこう振りこのように火力が上がっていくみたいな持ち物なので、一発目は補正かからずに 1.0 倍なんですけど、二発目以降からこれ 0.2 倍ずつ増えるんですね。 1.2 倍、 1.4 倍、 1.6 倍で、5回目が 1.8 倍ということになりまして、6回目以降はもうこれ 2.0 倍ももうあの倍になるという感じでございますね。つまりですね、威力換算すると約170程度の威力に化けるのがこの転がるという技になります。まあ、今回そのロマンを求めてこのマリルリを使って最強火力の転がるを打っていこうと思います。はい、マッチしました。タイさん、タイさんよろしくお願いします。近年枠は同じくザシアンを使ってるという感じでございまして、まあどうしようかな、フワライドでいっかも、とりあえずもうフワライド、マリルリはもうほぼ確定やね、俺の中で。ってなってくるとやな、これは、フェローチェ、いや、ちげえな、俺もザシアンを採用、いや、ザシアンがザシアンに弱い。レヒレにしとくか。まあいいんすよ、結局もうマリルリの転がるあればもう十分なんで、まああとは、フワライドで、ザシアンとかをどうにかいなせるかどうかなんだよな。そこに本物と全てがかかってる。あー、ロトムからか。ただロトムがメガネの場合は10万ボルトを余裕で耐えない。とはいえ小さくなる打つ以外ないんだけどな、このタクは。小さくなるからの、あ、俺の方が早いのか。いやー、なるほど。いや、だったらこれ身狩りから会えなかったか。鬼火、なるほど。なんで鬼火、交換を読んだ感じか、物理系統に対する。え、じゃあ一回身代わり打つか。しかもこのロトムさ、S に振ってないわ。S に振ってないのがもう確定した。全く振ってない。全くと言っていいほど振ってない。しかしこの放電を食らいたくないんですよね。S に振らないイコール特攻に、まあ、振ってる可能性がもうほぼほぼ 99%。いや、なんか物理特化とかしてる可能性も全然あるのか。いや、だが俺は身代わり連打かな。身代わり連打して、どっかでロトムが技を外すの待って小さくなる連打していくか。まあ、ただ一積みじゃ、所詮そんなに避けないから、一積みで、なんかやっとあれだよな、60% ぐらいだよな。これも身代わり連打ですよ。それ以外ないんだ俺には。身代わりを連打し、そして小さくなるを積んでいく。で、お盆のみ稼働で軽技発動。これでなんか並大抵の速いやつ来ても一応上は取れるようになった。雑誌は無理だけどね。オッケー、避けた、避けた、避けた。このタイミングを俺は狙っていた。そうすると、ここで一発小さくなるを積む猶予が生まれる。あわよくば2回ぐらい避けへんかな、これ。ここもだったら避ける確率上がっていってるからな。もうこの戦術に耐えるしかないで、ほんま。あ、オッケー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 。三積みかまして、で、もう一発身代わり打って、で、避けたタイミングで、あとはマリルに交換するだけ。あ、ほんまそれだけ。ほんまそれだけの簡単なお仕事。結局、わざ避けてればもうあの、勝てるから。当たるか。いや、まあ、ここは、正直次も身代わりが打てるんで、身代わり安定かな。うん。いや、身代わりこれ2回打てるか。フワライドが身代わり生成に使う HP が56なんですよ。50、だから7残れば、身代わりもう一回打てる。57残った、よし。いや、ただ避けたから、これで、もうこのまんまマリルにバトンタッチか。まあ、とりあえずまず第一条件はクリアしたな。で、こっからは、今度マリルリがメテロノーム持ちなんだけど、転がるの 90% を、ひたすら当て続けなきゃいけない。しかも丸くなるを打ってみたいな。なんかここは絶対避けてほしい。まあ、避けなかったらもう身軽はだけや。よーし。で、こんだけ準備して、ははよしよしよし。これだけ準備してやることが転がるやからな。さあ、おそらくここで相手も刺したでしょう。丸ゴロ戦術、活かしてもらおうか。一発目いきます。これもすでに威力が、66% ぐらいになってる。66ぐらいになってる。いや、でかい。ここ避けたらでかい。
さあ、いけ、マリウリ。しかも、力持ちの攻撃特化やからな。一発目からこのダメージってことは、ロトムを3回倒せる。あ、タメコシか。どうしよう。なんか一瞬レッドカードかっていうのがよぎったけど。さあ、あとはもう自動プレイ、オートプレイ。OK! で、これ、怖いのはマリルリが外すかもっていうこと、これ。いや、2発目でこの火力やばいでしょ。これやばいわ。これやったらだって、あと、2発あればもう勝てるやん。90% やから、あれや、窓曲げのあれや、お前。アルティメットバトルを、5回継続させればいい。よし、3回、よしよし、まずマリル突破。よっしゃ。だってこれさ、完璧な状況じゃない？ 3 回。嘘やろ、お前5回目見たかったのに。はい、マッチしました。イットンさん、対戦よろしくお願いします。近年枠はこれ、なんだ、ザマゼンタですね。そして、ビリジオンというちょっと目指しの目のポケモンが見え隠れしているという感じではありますが、まあ、マリル、いや、待って、フワライドからだ。フワライドから行ってマリルリー。そんで、まあ、俺もじゃあ、その相手のザマゼンタに答えてザシアンを、選出してやろうかと俺は言いたいんだが、いや、言いたい俺は。さあ、よろしくお願いします。いやー、ちょっと待って、お前のこれもしかしてバトン系か？じゃあもうバトン対決とシャレ込むしかないな、俺ら。俺はちなみにこれもういきなり初手身代わりでいいと思ってます。変な技食らいたくないからね。一発目のペンドラなんかほぼほぼなんか攻撃とかしてこない。いやー、まあ剣舞か。いや、これもほぼバトンと見ていいはずだ。相手がこれじっくり準備に時間をかけるんであれば、まあもちろんその分俺にもそれだけの時間が与えられるということになる。そして俺は回避率を司っていく。つまり、ホコタテだ、これは。究極のホコタテ。しかも多分あれかな、ザマゼンタなんかな、バトン先は。ザマゼンタな気がするけどな。まあ、とにかくもう技を避け続けておけばもう OK なんで、すべてはそこに尽きる。さあ、新作なの2回目。一方の相手も、剣の前を、3回目を積んでくるでしょう。お構いなしと言わんばかりに。俺もそのタイミングでもうバトンタッチ行くからね。剣舞3回目、OK。まあ、お互いがじゃあやりたいことやりきったって感じだよな。俺は絶対自分に分があると思ってる。お前はあれか？身代わり打たんでいいのか？いるだろう、身代わり。お前も。バトン行きます。さあ、準備は整った。しかもペンドラだったら転がるでも引き殺せるけどね。ちなみにペンドラも丸コロできるポケモンだった気がする。うわ、相手もバトンタッチもここで打ってくるか。身代わりいらねえんだ。あれ、これなんか必中ワードがないよな。あれ、ビリシオン。あのさ、聖なる剣ってさ、これあれやんな、能力変化無視するって、その回避率とかも無視すんの。そこだけちょっと気がかり。さあ行こうや、丸くなる。いやー、リーフブレード普通慣れてきよった。お前どうすんねん、マリウリがもし装飾やったら。身代わり、ここはもう当たったら終わる。ナイス。しかもなんかすんげえ町内アナウンスになってる。うぜ。マジでうざい、この町内アナウンス。家特定されんねんけど。勘弁してくれ。今日なんか選挙かなんかのあれで、めっちゃうるさい。うるさい。よし、避ける、避け続けろ。マリウリ避け続けろ。そして当て続けろ。90% を。もううるさい、もうなぁ、これ。ちょっと勘弁してくれ。よし、避けてる。オッケー。でもでっかい声でごまかすわ、もうひたすらこの選挙の声を。ひたすらこのアナウンスを。しかもこれ 90%。 いや、次も当ててほしいな、これできれば。頼む、当てて避けてくれ。 90% なんてもうそんな、まあ、5回くらい当たるよな。うわ、当たっちまったか。ここで、まあ、身代わりがつまりもうないってことだ、後ろ盾が。ただ次のも転がるでビジョンに関してはもう倒せるから、相手のなんかそのいろいろ剣舞とか積んだのも全部直結だ。よし、ナイス。あと2回や、マリより。頼むぞ。まずビリジョン突破や。さあ、来い。ザマゼンタでも何でも来いよ、おい、この野郎。
今もうだって転がるの威力なんぼよこれ、 メトロノーム込みで今もう1000近くなって、ペンドラやったらもういけるよな、ペンドラも弾けるよな、しかもこいつ身軽少年打ってこなかったからもう身軽ないってことだね。つまりさあ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 、おいこの野郎おめえ、うわなんでなんで交差すんねやみんなすぐに。グラードンが出てくる、グラードンの日照り状態が発動して、ね、これ、海洋画とかやとやっぱ雷がどうしても必中やからだるいねんけど、ヒデリカでなんか必中なるような技って特にないから、これは小さくなる連打でいけるはず。でもこの完璧な状態の、これ、やらかした。これ必中だ。必中の上で威力2倍だ。これ。ヒートスタンプはこれ、小さくなってる相手にこれ抜群なんで。相手はボルトロスから入ってくる。いやー10万ボルト、これ絶対耐えてか、全員電気抜群やないか、よく見たら。でも耐える全体で行くしかないから、もうこれ身代わりを張る以外ないな。いやボルちゃんならギリ耐えるか。いや耐え耐えらすぎー。しかもこのお盆発動でしっかりとお盆の身からの身代わりを放つことができる。いや、しかも色違いの鳳凰をだ、な、鳳凰やんけ。遊戯王みたいなお前名前しやがって。いや、ただ鳳凰みたいなやつはちょうど起点にできるから、いや、小さくなる連打でいきましょう。軽技が発動してるんで、これでいけるはずだ。軽技発動からの小さくなる連打。これが一番強い。なるほど、よし、これ避けてる。OK、いやもうこれをひたすら繰り返していて、技が当たったら、このまんま力を吸い取るで HP を回収する。いや、強すぎるな、マジで。当ててくるか。なるほど、だったら次は俺は、力を吸い取るから入らせてもらう。で、マリルリン全部つないで、もう全てを破壊する。しかもこいつイバー4倍だから、もしかするともうそのまま終わるかもしれんぞ。多分ラスイチが無王なんすよ、こっちザシアンいるんで。いやわかんねえか、ザシアンをその方法でって考えてたら無王いないかもしれないけど、いやだとしてもお前身代わりとかお前持っとんのね。なるほど、じゃあ小さくなる。いや俺もじゃあ身代わり打ったらお前、俺も身代わり撃ったるわ、お前、この野郎。撃っちゃるわ。なんだ？あ、これ当たってるな、これ。相手が身代わりからこう、なんか顔出してきた時は当たってるってことだよ、これ。いや、これ、あれだな。ガチごっこだからもう小さくなる積んじゃうか。どっかで避けるっしょ。しかも生命の炎の PP も無限じゃないからね。仮に当たったところで一発耐える気がする。え、嘘、そんな当たる？いや、これ耐久じゃなかったか。いや、これやけど。いや、引いたか。引いちゃうんだ。ごめんなさい。それからバトンするか。で、マリルリで身代わり張って、ダクアリングもぶちまいて、もうそれで行くしかないんじゃない。ここもフワライトで身軽立てるなんていう贅沢はやめよう。そのためにマリルリモン戻してんだから。うわー、ほう、引っ込めるか。あれ、これ何、最初のやつ。あー、ボルトロスか。いや、これ結局じゃあマリルリが技避けなかったら終わりだな。身代わりを打っていくしかない。さあ、正真正銘お渡し機。
技当たったらアウト。いやまあでも一発は耐えるけどね、フワライドが耐えてるからこいつのボルトチェンジ。仮に一発もらったとしても初回は耐える、初回限定で。2発目以降はもう問答無用で死ぬから、そっからも身代わりから。よっしゃ避けた、でかい。でアクアリングもなんか贅沢するか。これどうする、アクアリングだ、これアクアリングももうこれ奮発して撃つ。いやまず丸くなるやな。うわ当ててきてやがる。いやまあ別に当てる分には全然いい。俺は身代わりを再度張るだけだ、身代わりを張るだけ。これラスイチ誰なんだろう、これ多分妙な気がすんだけどな。こんなに出してくるか、相当マリオリン系に自信があるってことだよなこれ。まあ身代わりだな、余裕があればアクアリングまで張っちゃおう。うわ自信が当たるか。ただ丸くなるで物理耐久上げてるのと、そもそも方法の火力がない、それすなわち耐えるってことだ。これアクアリングも奮発して張ろう、そろそろ技避け始めるはずや。避けへん、マジか。あでも身代わりが耐えた、どうするもう一回ぐらい丸くなるって積んどくか。いやもう打ち始めるか、さすがに相手の技当たりすぎやんな。そろそろなんか連続で避けまくる気がする。ちなみにアクアリングはこれ永続です、永続で毎ターンのように HP を回復するっていう地味に強い技なんだけど、対戦関係で使うやつは見たことない。俺がこのアクアリングをガチ技だと昇華してやる、このランクマ環境において。さあ転がる始めろ、よしまず避けた、よしよしよし。さあ一発目だ、これ多分半分以上入るよな、4倍やし。いや12分のダメージだ。さああとはこっからひたすら転がり続けて、あとは 90% を引き続ける。もうこっから俺コントローラーを置いてもいい、自信を避ける。よし転がらだる、よし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 、オッケー。ちょっとそろそろ5回打とうぜ。5発目のさ威力なんぼや、5発目、千何もの。ちょっとそろそろ見せてくれよ。960×1.4 やろ、1344や、威力1344の威力のお前、しかも力持ちマレルイの打つ転がるみたいやろ。うわボルトちゃんに当たっちゃった、マジか。なんか今日よう当たんな。ただそこは身代わりが伏せてくれたので、あとはこの続きの転がる、これ3発目だよねこの転がるね。やっぱヌオーやったわ、やっぱヌオーだった。いけ3発目、いやヌオーに3発目でこんだけダメージ。いやただゴツゴツメットのダメージが痛いが、これはいけるんじゃない。ただヌオー天然あるからわざ確率に当たるからね、これこっちに。あと俺の方が早いわ、しかも当たった4発目、ヌオー討伐。よし、あとはあとはボルトロスのボルチェンをかわせば、しかも絶対に降参とかされない場面だ。相手は当てれば勝てるから、当てればマリルを倒せるって状況。一方の俺は転がるの5発目かかった試合、まず相手の技を避けて、その後に 90% を引く。さあ頼む雷、避けた、よっしゃ。打ち直しやしや。なんでお前しかも買いになるやねん、こここだわりなんかな。これでもね、メトロノームの効果ってこれ実際これ2発目の転がる。ハハッ、嘘。今の1回目の転がるやんな。え、確かメトロノームの効力はこれ別、技を打ち続けるっていうのが条件やから、まあ、でもワンパンは妥当か。いやー、まあ、どの道ワンパン倒したとしても、決めたかったけど、実はこの剣盾ランクマのダイマックス禁止ルールがですね、もう今日で終わってしまうんですよ。でも時間がないので、とりあえず今回の検証はこんな感じでしたね。まあ、転がるはでも決まればやっぱ強いわ。タイプ相性で受けられないっていうのが強いですね。
抜けにでも止まんないしね。まあそれが分かったので今回は優勝しましょう。はい。まあなんかいつか正真正銘の転がるをまたリベンジするわ。正真正銘の転がるってなんか分かんない。タイプ1とかでやるわ今度。イワークとか使って。うん。それ約束する。はい。今回の検証は以上でした。ご視聴ありがとうございました。